ありがとうございます、今日は久しぶりに6年ぶりぐらいに優勝できました、ジャッジが2年連続やってたから3年ぶりに出たんですけど、僕やっぱオールドスクールナイト好きなんで今年は頑張ろうと思って年明けからずっと走って筋トレとかもずっとやってました。でほんまにこれに照準合わせてきてそのバトルの練習っていうのはそこまでしてないですけどいろんなもの見て感じてその今日爆発するためにやってきたことがタイミングよくなんか運よくやっぱ出て自分の踊りも今日はできたんでなんか優勝っていうよりも自分の踊りがあの舞台で出せたことがやっぱりすごく嬉しいです。やっぱり大阪にずっといててゆきさんにももちろんずっと教えてもらってて昔はてつさんに習ってでしんさんでもケイ君のグッチョムもここにおるし若い子で言ったらサトシもいてて音楽で言うと DJ はバツさんで大阪っていうのはすごいいいとこで僕が世界飛び回っててやっぱり帰ってきてもこんなに素晴らしいファンクの街っていうのはなかなかないんですよね。だからみんなも大阪におることをなんかこう当たり前と思ってしまうんですけどもっとみんなが他の場所に飛び出ていって大阪の良さっていうのを再確認してそこの大阪の僕より先輩の人が作ってきたシーンとかその歴史っていうのをみんながもっと一人一人が責任を持ってじゃないですけど受け継いみんながちょっと自覚して受け継いでくれたらもう多分僕なんかがバトル出なくてもみんなもっともっと僕よりすごくなると思うんでなんかほんまは、まあ、もう気持ち的には亀仙人みたいな気持ちです早くじゃないですけど自分も頑張りますけどもっと僕なんかポンって飛び越えるような若い子が出てきてくれることを願ってますしそれまでは僕も頑張って出続けますのでみんな一緒に頑張りましょう。今日は僕の日でした。ありがとうございました。